ようやく長い夏休みが終わった。あいつらはどうせ遊びまくってるだろうから、今日からビシッバシッと指導するか。どうせ宿題ができてねえんだろうな。本当に。あーいどうはぁまたか、登校日に続いてまたどういう、なんでここも節目の時にいないのかな私のクラスは。はいはい、ごめんなさい。こちら、教室です。ごめんなさい。今、一応教室来たんですけど、誰もいない。はい、まだゲーム見えてる。わかりました。どういう、今日は確か、いや、今日の初めてかな。どういうことだ？おい！どういうことだ！ちょ、山田先生！どういうことだ？来た！先生、お久しぶりです！はぁ、あ、どういうことだ、何でしょお前しておるんだ。いや、なんか僕の今日登校日ですよね。登校日だよ、そりゃ夏休み終えて。そうですよね、9月初っ端だよ今日。はい、いや、でも僕も思ったんですけど、でも僕以外誰も来なくて。だからって、なんで俺を後ろから驚かすんだお前。いや、なんか何とか、すいません、冗談じゃないよ、冗談じゃないよ、冗談じゃないよ。え、それごめんなさい。面白いか、俺が叫んで怒るのが久しぶりに見えて面白いか。まあお前だけじゃあ来たってことは、じゃあお前だけ授業をするということなので。え、当然です。うん、一人だからじゃあ帰ってくださいってなりません。はい、マンツーマンで今から授業をします。はい、関さんで。じゃあお前確か一番後ろだったけど、一番前で授業を始めます。まあ登校日と同じですね。で、お前には自由研究4つ課せていると思います。はい、登校日の時に言いましたね、自由研究4つプラスいろんな課題を与えました。しっかりとやってきたかなっていうところの確認はまた後ほどしますので、ちょ、虫が多いな。はい、早速当然教科書持ってきたかな、見てと思います。